ツ今日は2024年3月27日ですね、い、えー、よいよ年度末やなということになってまいりまして、えー、なんか慌ただしい、えーえー、そういう状況ですね、えー、まあ、まあ措置を引き継ぎということが、ま今日とかは、えー、やっぱり大きな問題になっていまして、うやけど、まあ、そんなん別に変わりませんで。 えー、まあ、置はあってもやっても、まあ、それはまあ引き継ぎはせんなんけど、えー、終わったら終わったでまたすぐに花祭りになりますし花祭り終わったら今度合体絵があるんですけど合体絵の時に共産法要と併集しようと思っていますからその準備を考えなきゃいけないしで6月には6月にまた違った行事を考えていますんで。 えー、まあなかなか <laughs> 大変かなと思いますけれどもまあまあ,あサクサクとおねえー、行っていきたいなと思っています。で、えー、そういう中でですね今日どんなお話をするかというと昨日の続きですね、えー、まあ仏教版サルベーションアーミーとそれから「あ こう地方教皇っていうようなそういうタイトルで昨日お話をしましてまあ具体的には、まあ、真田マ丸さんっていうの真田象願さんっていうの、えー、その方が仏教版サルベーションアーミーを作りになってさまざまな活動をしておいでになったしかしその活動のもとにはやっぱり地方教皇において でえー、立派なあ先達あがおられて学物大筆心を体現するような学徳顕微の、えー、偉いお坊さんがいはってその人の感化を受けられてで、えー、真田さんの人の人生がコロッとチェンジしていく後でチェンジの話をしますけども、えー、チェンジしていかれてそのことによって多くの人たちが。 えー、やっぱりね、えーまあ、また澤田さんによって変わっていかれたということで従いまして地方教皇の大切さ地方においてさまざまな形で教科活動がなされることの大切さみたいなことを昨日お話をしました。で、えー、今日はですねその具体例ということを考えていきたい思ってああそうあのこの人の話せんなんな思ってね えー、私の祖内の隣の祖内に若奥さんがおいでになってその方にお説結論から言ったら断られましたで <laughs>、ね、最初に断らはった理由が「私は不教師の資格を持っていません」と「ああそうかな、まあ、それしちゃないかな」と思っていたんですけど「いや,いや,いや待てよ」と。<laughs> いやよう考えてみたらほな別に不教師さんの資格なんかなくったって。 えー、ここの一般の寺院においてお説教する分にはそんなことは関係ないなと思ってもう一回まあよう考えてみたら布教師てる資格なくたってうちの寺でやってくれる分には関係ないですよねって言ってもう一回お願いしましたけども、えー、そやけどもやっぱりまあまあ、えー、外に出張ってまでお説教師としてやっていく気持ちがないんでっていうことやったんで「あまあいいです」っ、ま、て、あ、それ以上言うことでもないし。 でえー、まあねご本人のお,お気持ちがありますからお考えがありますからそれ以上にどうこういうようなもんではありませんからじゃあじゃあ分かりましたまたね気が変わったらいうことでね <laughs> そんなことでしたけれども、えー、まあでもそんなことをどうして考えたのかといいますと、えーまあ、まあ10理由があるとしたら8ぐらいまではやっぱその人のお将棋、まあ、を読んでいこう。 仏法に学んでいこうという姿勢が非常に立派なものであるからというのがそしてあと残りの2ぐらいがですねや、えー、やっっぱぱお人人柄がいいですねやっぱ人格的にそれからまああとまああんまり関係ないようなもんなんだけどマイクがあるんやから関係ないようなもんなんだけど滑舌がはっきりしてて、えー、声が大きいということがあります。 でやっぱりね人さんにして話聞いてもらわなんのやから声が小さいかどうかはマイクで何とかなるかもしれないけどもはっきりと聞き取れるスピードではっきりと話せる発音で,でまあよければもっとよければ声が大きければもっといいということやけどそういったところでもやっぱりね和者としての力もあるんで「あこの人来てもろって話してくれたら」 いいだろうなと思ったんですけどまあそれについてはもう構わないんですけども、えー、やっぱりその人の姿をことってといいく力があるもんだなと思いましたで、その人はどうしてお説教を頼もうかと思ったかといいますとまあまあ多少、まあ、何のコネもなければあれなんですけどあ頼みようもないんですがある程度ちょびっとだけ、まあ、たまに会う花やと。 あと SNS 見とってねでまあ,あ寺の出身じゃなくて一般家庭のご出身なんだけどお寺に <laughs> まあ恋愛結婚なんかなよく知らんけどとつ、えー、がはるということで勉強して資格を取らなきゃいけない,といことで行進教皇に行かれてでその行進教皇に一いでなった時の SNS の記事を見ますと本当にこう勉強できて幸いである幸せである。 こうやってお商業を本格的に学べる場所がに今いることをとても喜んでいるっていうようなことが書いてありましてでそれが別に嘘書いてある時もたまにあるんですけどせやけどそれをまあ真からそう思ってはるなということがえまあたまに会う中で明らかなものであるなと思いましたんでそれでまあお願いしたわけです。 でうーんだから何て言うかな立派な方やなと思いますしその方がもともと性格的なものとか人格的なものは立派なものやったと思いますけどもその方が仏法に触れていって愛行仏法を仏法を愛するそしてお将棋を読むことを好むというような。 そういう人に立派にな人になっていってあるなというふうに思いでそのことを考えた時にまさに昨日のお話と続きになっていく昨日のお話と続きになっていくいうことですね。えーえー、まあ沢田桝丸さんというのを象がごめん真田真田桝丸さんというのか。 象眼さんっていうのか仏教版サルメベーションアーミンを作られはった人は九州の福岡県のどっかのお寺やったと思いますけれどもその方がですねまあ賢かったね東京帝国大学講でになったで東京帝国大学講でになったらその当時言うて言ったら今でもそうやかと思いますけれどもまあほんまに。 世の中に俺ほど賢いものはねえぜっていうようなね、えー、そういうような雰囲気をプンプンに酔わせるような形で九州に帰ってきはったんと、えー、九州に帰ってきはって地方に帰ってきはって、えー、そしたらすごく特心でありがたいお母さんがですね「えー、あんたはまあ,あ九州に帰ってきたんやから、えー、大分県にある <laughs>、えー、東洋円月市」。 そして東洋が、えー、東洋炎月さんが作らはった私塾でそして今その息子さんの炎上さんがやってはる私塾に行ってこい言うてお母さんが言わはったんでその俺よほど賢いものはない,いう雰囲気をプンプンに言わせていた真田象がさんがまあ親の言うことやったらそうか思って行ったと。 でその時にもやっぱり、えー、こう東洋円城さんに対して結構なんか高飛車な態度をとっていたようですけれどもしかし、えー、コロッとすぐ変わっていかって <laughs> <で> <laughs> 東洋円城さんの人格に触れて周りの人たちに触れていってでこれまでは学問,学,芸、ね、学問って知的な理解によって、えー、生きていこうというふうに思っていたけども 知的な部分が大事やと思っていたけどもうそんなもんやなくて世の中に俺ほど賢いもんがないっていうふうに思っていくそういう生き方をしてきたけどもそんなもんではいかん言ってそれでは違う言ってコロッと変わっていかって <laughs> で、えー、もう本当にこう宗教者として、えー、一人の僧侶として一人の宗教者としてお念仏を喜ぶ一同行として。 生きていくということに方向転換とととしていくはっ,たっていうことですでその時のことをねこういうコロッと変わっていくってやっぱすごい大事なことやなと思うけどそのコロッと変わっていくのはさっき「チェンジ」言っていましたけどこれはですねなんで「チェンジ」いう言葉を用いるか言って言ったらこれはですねノンフィクション作家で今あんまり出てきはりませんけれども柳田邦夫っていう人が。 なんかののすごい作品どんどん書いていた時があって私もよく読んでいたんですけども今となってはもうノンフィクション小説の古典みたいになってるものの中に「が回廊の明日」っていうのと「が回廊の炎」っていうのとえまあ言うたら国立東京の築地にあります国立がんセンターを舞台にした。 が、まあ、んていうかな癌の診断法そして治療法手術のやり方そういったことをどん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 核心を起こしていかはった東京がんセンターの医師たちの活躍ぶりを描いていたノンフィクションがあるんですけれどもノンフィクションの本があるんですけど。 その中でですね、アメリカに行ってその国立がんセンターの先生方が研究発表していくわけです。で、その中でアメリカの方がやっぱり医療進んで、今でも医療進んでいるわけだけども、えー、まあ、ねそんな東洋のそんなしょうもない国から来た人間が、こうこうこういうふうな形でエビデンスを持って紹介、あの自分たちのやってること素晴らしさを紹介していったら認めざるを得ないんで。 でそしたらあなた方のやり方を、まあ、によって自分たちのやり方を、まあ、インプルーブしていきますっていうふうに、えー、アメリカのお医者さんが言わはったもちろんアメリカのお医者さんの中でもすごい偉い人だと思いますけども、えー、そしたらそれに対してですね日本人の国立がんセンターの先生が「インプルーブやないですよ」と「チェンジですよ」って言われた。 ね、インプルーブっ,たら改善するっていうことです。今までの延長線の中で変えていくのがインプルーブね。それけどチェンジいうのは今までの延長線やないんやと。でもう完全に違うものとして、えー、全く何て言うかなけ谷先生を言うと言うにパラダイムシフトじゃなくてチェンジしていくんやってね。ま、えー、まあ、まあそうやね。シフト というインプルーブあるいはシフトっていうものから今度はチェンジしていくね完全に枠組みそのものをひっくり返していくことであるとそれがインプルーブではなくチェンジだっていってえそういうことをですねえまあ実例こう日本人のお医者さんがアメリカに行ってアメリカに行ってアメリカの がん医療をチェンジせんなんやインプローブじゃなくてチェンジせんなんやのや言っていわはったいうところがまあ出てくるわけです、えー、柳田国夫さんの癌回路の明日やったかな炎やったかな中に出てくるわけですで、えー、やっぱりね人間やっぱり本当に変えなきゃいけないいう時になったらインプローブじゃなくてチェンジしていかなきゃいけない でそれまでの東京帝国大学を出た学士さんやいうような利用を完全にこの澤田あ失礼またよ,よく間違いない真田さんいう人はですね完全にチェンジしていかなかったわけです。 でそれによってお念仏を喜ぶ一人の僧侶一人の念仏者になっていくはってそこからこの人の場合は必ずみんなが社会活動をせんなということではないと思うんですけれどもこの人の場合は社会的なさまざまな活動をしていくそして教科活動に邁進していくこの人のお説教な日の出るような火を吹くような。 素晴らしいあのこう心の奥底から湧き上がってくるものはあこう言葉になっていくようなそういう熱っぽい、えー、ありがたい法話をなさっていたようですしでそんな人やからもちろん自身共に心でね自身共に心で、えー、人を変える力がやっぱ当然ありますから。 だから自然と多くの人たちがその澤田さんによって育っていくわけです。お坊さんもお坊坊ささんんもで育育っってていいくくし一般のご元方も育っていくわけですでその育っていく場が、まあ、地方教皇であり私塾でありそしてさまざまなお坊さんや同業がお同業が営んどいでなる信仰結社学習会そういったものがやっぱ人を変えていくようかな。 法の力まあ、まあ、もちろん根源には法の力があるんですけども、えー、法によって変えられた人がまた新たに人を変えていく力を持つということですねでそのことがまあ近々私の身近のな中ではその、えー、隣のそなえの若草の中から見いだされるかなと思うんで、えー、だからやっぱあの人すごい人だなと思うけど。 その人のなんていうかね、えー、その人のね、えー、行動や生き方や言動の、えー、まあ根底にやっぱり法の力が働いているっていうことがやっぱ見えてきます。でそのことを考えた時にですねやっぱりあの各一人一人の僧侶あるいは御門徒方がやっぱりそうやって自分の周りの人にお祈り聞いてもらうっていう努力をしていく。 まあ、努力する歌ってやっぱり結局そこにはやっぱりおのずと努力を歌っておのずとそこにその気がなければならないわけやから,だからその気がなければできない,いうことになるとやっぱりそこにやっぱ自分の中にやっぱりお実りを聴いてよかったなとかありがたいなという思いがなかったらそんなことはできませんからそういう人を一人でも多く養成していく。 そう,いうそういうですねまあまあその女性やったらあるいは私なんか私大したことはないですけどまあ良心恐慌であるわけだしでそういうねことがそういう教えを受け伝えていく結社結社結社でもないな <laughs> そういう組織や人の集まりがもっともっとやっぱりこれからもたくさん作られていかなきゃいけないんじゃないかなということを思った時に。 やっぱりね、えー、やっぱご本山もご本山でそういうふうなものをやっぱ作っていくように、えー、こうおそうなりやすいようなことをやっぱ考えていってもらわないしで、えーまあまあ、だから昨日の話で言ったら、まあ、例えば天岸先生でさえ和尚さんになってはらへんということよりかは。 やっぱりどちらかというといや間岸先生みたいな方はやっぱり立派な方がおいでになるんやからやっぱああいった方に和上さんになってもらった方がより多くの人が行司に集まりやすいということがもし言えるとするならばやっぱそんなこともやっぱ考え本座も考えてくれはった漢学寮になるんかな <laughs> ちょっとわからないですけど私自身が学会をいただこういう気はないんで。 でもやっぱりあのねああいう教えの過去になる人にやっぱりなるべくやっぱりあのそういう,、ねえー、こうご本山から認められた人なんやっていうそういう形をね、えー、があった方が良いのかなとも思うなくてもいいのかもしれませんが天口先生はそんなことで動かされる人ではないと思いますけれどもだけどもあった方がいいのかなとも思い そしてまあそれに象徴されるような形でやっぱり各地方各寺院あるいは別院共同とかでさまざまな学習会とか信仰の集いがもっともっと行われるようになったらいいのかなということをまあ昔の話やったら澤田さんの話あまた間違えた澤田さん澤田さんの中から知られていきますかね。 でやっぱ真田さんが育てはった人たちこんな人こんな人こんな人って <laughs> 出てきていましてで、ねえー、こんな人でその人たちかとまた孫弟子の人たちがまた多くに活躍していくその孫弟子の一人が、まあ、私がいつももっとこの人のことを知られていいのになと思ってお話をしている太、えー、田革民という方になるわけです。ね えー、そんなことでね昔の、えー、サルベーション仏教版サルベーションアーミーのことをもたり、まあ、近々では両親の OB の人がやっぱり立派なことをされてるなと思うようなことを考えていきながらまあね、えー、本当にこう <coughs> 草なの的に、えー、人から人に話が伝え仏法が伝えられていくような。 そういうね活動をねですねみんなで推進していけたらと思います。今日はこれで終わります。